嘘で固めた人生そうかな俺の場合は大体めくられてるぜうんエリート感んすいはガチまあまあそういうところに うわ痛いわうんじゃないと説明できねえじゃんミミさんこんばんはいらっしゃい高校の時疲労骨折とかしたないな俺人生で骨折はたった1回しかねえスノーボードでうん 右足首のくるぶしにボルトが2本未だに入ったまんま。抜くのがいい、あれ抜くときも絶対痛てから、もう抜きには行ってない。だから影武者だろって、まあうるせえよ、この野郎。何でもかんでもよ。広骨説が多い。 いうのああそれはさ沼久保さちょうど成長期の時に無理にあの負荷をかけるからなんじゃねえの、うん、だから俺の言ってる理論で正解だと思うよ。俺はさおそサボるのが好きだったからああ。 あーうんこマンもう俺の時代はウサギと実なんてやんないしかも坂道ダッシュさえもなかったかなうんスノーボードはうまくはない 普通,だ普通だよだから俺うまいって言ったことないよ普通に滑れるよって言っただけだからなんか変なこと言ってんのまあざ雑学っていうかうん聞かれる分分かってることは答えないと配信者としてはダメかなと思ってるけどうん まあまあ俺なんかねほんとくだらねえ人生を歩んできてるんだからまあまあ 何でもいいよなんでくだらなくなったかは学ばないからなあお、それは俺はもうあのい、ー、じっぱりじゃんうんプライドがないからかもしんないクソ野郎ってあの、あのー、そういう根性 論とか俺一番綺麗な人間だから「あああああ,あ」って言いたいやつには言わせときゃいいやみたいな「知らねえよ」ああそういうことよだからクソ野郎って思うよだから言いたいだけ言っときゃいいんだよ なんですぐまくられる嘘をつくの。ちなみに何まくられる嘘って？あ？漏らした後クソって。いやそれはそれでいいじゃんかよ。なあ。 それの何が悪いのミミさん私今東京の積みですが関西人です南でよく遊んでました南は楽しいそうだね便利だね <laughs> 飲み屋もいっぱいあるし トライアスも,んもう写真も全部出てるよ女の。なあ。バカなのもう。もう話題を変えるのやめな。 トライアソロンで攻めようと思ったけどできねえから今度は時計か。うん、R34 あれも怪しいよな。本気で言ってんの車に詳しいやつらがさんざっぱら俺に車で談義で勝ったやつ一人もいねえからな。 ウナに車の話で言ってそれはもう無理無理みたいなじゃねそれ以来ピタッと車の話じゃなくなったよねお前何の車乗ってんのみたいな全部勝負にするか だからお前らが戦いを焦ったがるからだよ。うん。話すかパンダ何について話すのノリック ?3、4だけは本当やろ。うーん。それが嘘だと、すべての物事が崩れ落ちるからな。 ーストロークの工程を言ってみろ。もうさ、レシプロの工程を言ってみろと、お前、子供でもわかるわ、そんなの。な。もういいよ、そんなの。バカか。 吸気圧縮爆発排気この4つそれがホーストはい以上ですお疲れ俺別に今検索なんか全くしてねえからなもう超くだらねえこと聞いてくるようなこのバーカー はいパンダくん、どうなの会ってたら正解って言ってくれよ。ツーストなんか知らねえよ。うるせえな。知らねえよ、そっちは。こっちは四つ輪しか乗ってねえんだからよ。円バラしたのなんて、バイクの円バラなんかしてねえんだからよ。 一報で三百キロを出したことがあるんでしたっけ。あの、やっくん。吸気。圧縮。爆発。排気。で、四つだよ。だから、全部言ってるからね。ちゃんと。聞いとけよ、この野郎。 そういうねなんか変なつまみはいらないからねうんトラックも嘘くせえなほら始まっちゃったよあらららら爆発じゃなく燃焼だよまあうん燃焼とも言えるけどわかるよ 言いたいたことはうんチワノリ HKS のフルコンピューター入れてたようんもちろんさっき圧縮爆発 廃棄って言ってたよ。だから、吸気は先に言ってんだろ、つうのはうるせえな。おかまの、そっちに持ってかなくてよ、お笑いに持ってくんじゃねえよ。負けたからってよ。つまんねえんだよ。 じゃあよ、パンダ、お前に聞いてやるよ。リテナーってどこの部品だかわかるかおい。おい。リテナー。おい。今こうやって調べてるのかおい。三四、俺のは、 えー、255318うんバルブなはい外れバルブじゃねえからリテナーはバルブじゃねえからはいお前何にも知らねえお疲れさん こいつ何も知らねえやおめえヘッド開けたことねえだろおい配信のラグぐらいまあまあそれは言うけどだけど攻め方がもうもう安いんだもん説明よろしくあのねカムシャフトっていうものがあってそれをバルブをこうやって押して 出すときに、このミリ単位で調整するのがリテナーっていうのがあるの。わかるエアクリーナーじゃねえよ。うるせえな。それが、カが曲回ることによって、吸気の吸い込み口の あと廃棄口のでバランス取ってやるのエンジあまあだから今エンジンの話してんだよさっきから今更かこの野郎沼久保この野郎てめえが言い始めたんじゃねえかよこの野郎なめてんのかてめえよバルブにいってねえだろう違う攻めたボゲ 行ってみろすいません俺は陶芸族じゃないんではいわ俺じゃなくパンダハンドルくらいしかももものステアリング <laughs> あー流行ったのかもしれねえけどなん。 じゃあ、04どこでやってったの言わないうんお前に言う必要ないお前のポンコツ車は多分俺の車には勝ったことは一度もないと思ううん もうアンチもさ挑んでくるなよ許してやるからああかわいそうにお前スターレットに負けたよな04何を言ってんの アホか、おめえはまあまあ車はね 結構はまってたからねうんまあでも車は金がかかるうんろくなもんじゃねえなさよなら <laughs> 邪魔くせえこいです 嘘漏らしも本当だようん金がねえやつに娯楽は厳しいぞ確かにな酒な余ってる金じゃねえと遊びはできねえなそこはわかるようん言う通り大正解うん ヒールトゥール・練習ししてましたかなんだよそのヒールトゥーってよそれはもしかしてヒールトゥーのこと言ってるんですかねえそんなの練習なんてするわけねえだろうよバカが。 リテナーとか知ったかこいって配送か <laughs> 今日も俺全力で勝ってます皆さんアンチにボロ勝ちです余裕だよお前だから車の話は持ってきちゃダメだっつってんのなあ もう結局逃げ道くす漏らしとかこんなことしか書かなくなるんだよ。できねえんだから。おい、行ってこいやこの野郎。おい。 だってクソもらだからそっちへ持ってくんだったらそっちで行けよだからそうだよって俺言ったんだからもうそれで終わりだよ34どこで売ったの ?34 は当時買い売りたいって言えば買いたいところは山ほどあったのうんうんこマンブロック入れるよさよなら 名前が気持ち悪いよ。なめてんのかよ俺のこと。アホかよメコンやろ。俺も下痢気味だけど、五十代になるとやっぱり我慢きかなくなるもんなの。 ああ、でもね、酒飲みは、俺の放送は結構みんな飲んでるけど、うってなるときあるよ。うん。じゃね、これガチな話で。ああ、やべえかなー、みたいな。うん。 まあ酒飲みはほぼ下ってるようなうんまあ飲む量にもよるかもしんねえけどあー酒 あー特にな水割りで飲むとそっち系もあるかもなうんわかるうん男性は女性より腸が弱いらしいですああそう いつも飲みながらえんべいありがとうおおレプターいらっしゃいですもくそもらしは世界でお前だけちゃんと思つしろわかりました さよなら、お疲れさまです作ったばっかりのアカウントで来んなよクズがよ何しに来たんだよレプゲイゲケツってこと それがずっと続くようだったら考えた方がいいかもなうんまあうんこの話が好きってことは子供が多いのかな逆に言うとえっとですねあっじー かなんかそっち系かあれさ俺思うんだけど女子はあのー、なんだろう検査に行くのに躊躇をするよなああんん なんとも言えねえけどお前が意図をしこえてうんこも漏らすからだろう出るものは止めれねえようるせえな誰が迷惑してんだよ謙遜やんだからそれなんだよだからあなんだろうな 確かにな女子はうん胃カメラはやったことあるない俺一度もうんないよ胃、うん、カメラとかうんあれは 何を見るのわかんねえけどどうなったらそれを検査に行くのかな腎臓貧血知ってる 歩くと貧血みたいにフラフラするやつです。ちょっと待って、サブロのこれ言ってんの、俺ちょっと気になるな。ちょっと、まあ、待って、ごめんね。でも、凍結、あ、貧血とついてるけど、血圧が高い状態で肝臓が、ああ、三郎、それ多分ね、 俺が今そんな感じなのが近いかもしんねえなうんある程度年齢いったらじゃないどうなのかなまあしゃあねえかな親しい女子が 大腸がんで亡くなりました女性は大腸を気をつけた方がいいですお布施うーんまあなあ日本人に二人に一人はがんで死ぬって言われてるからなあうーんうん